はい、どうも皆さん、こんにちは。マジカルマンとは続きやっていきましょう。というわけでね、前回、先生を倒したんですよね。最後の一騎の使者、先生だったか。というわけで、今回から最終章、だいぶ間が空いてしまいましたが、やっていきましょう。スケジュール。帰ってきた康介の足取りをつかもう。金髪の情報通が何か知ってるかもしれないぞ。金髪の情報通って誰だどっかにいたっけ、そんなやつ。こいつ違うね。さすがに違うよね。その前に、進めていく前にですね。まあ、変わってないんですけど、とりあえず、装備のチェックしていこうかなと、改めまして。難攻不落、防御力40のね、このやつ。進展動地、これ攻撃力めっちゃ上がるやつ。オートチャージ、新作の絶縁。パーティー全員にスピードが上がるやつね。力にし、新規一点の、教え。異常治癒か。まあ、コウスケじゃなくても正直いいんだけどね。まあ、一応持たせている。で、置いてるってことか。で、今持ってるのが結構いいアイテム持ってるからね。こういうのも使っていきたいんですよね。アイテムハントとか。で、アイテム獲得率が少し上がる。とか、ダブルインカム。お金もそうだね。欲しいからね。獲得金額が2倍。そうですね。で、マナミ。防御力と敏捷性が上がるやつ。攻撃力と敏捷性が上がるけど、流用が250円です。で、これがもう欠かせない。新と免却の余地。TP9 保管。で、これが防御力アップ全体か。ハーフコスト、レーマンの泉。これがちょっとまあ、微妙なんだけど、一応持たせてるかな。MP 回復手段。これ、新規一点を、まなみちゃんに持たせてもいいかもしれないな。で、今多分雑魚敵と当たることを考えた感じでいくと、アイテムハントでもつけとくか。ボスになったらね、そいつを変えていきましょうか。で、どれだっけ、新規ってか、これでもいいかなって思うんですよね。で、葵ちゃんが防御力上げて爆上げしてからの予防の心得と新規ってまあサポーターですよね。で、陽動で攻撃を集めると。で、じいちゃんこう、防御力攻撃力上げてダブルチャージ TP を結構増やす感じのスキルですね、じいちゃんは。はい。で、力の石が一つ。まあ、こんな感じでいくか。というわけでやっていきましょうか。夕方のゲーム。さあさあ、10月ですね。BGM を変わりまして。あれ？いない。すり抜けライフ野郎がいない。どこに行ってしまった。さあさあ、季節は秋。どこに行こうかね。金髪の情報通ってのが、ちょっと、時間が空いてしまったせいで、あまり記憶にないんですが。あれ？誰もいない？どこしかいない？セリ抜け。あれやれやれや。じゃ、公園じゃないのか。まあ、のんびりやっていきましょう。とりあえず商店街で情報でも聞いてみますか。はい。人通りが減った。これ場合にも言ってたよね、確か。そうかな。ああ、ここは変わりないと。はい。お次、どうしようかね。病院、なんもなさげな気がするけど、一応行ってみますか？すごいね、虫の声が聞こえる。本当に秋って感じするわ。こういう描写が好きなんだよ、俺、このゲーム。すごいんですよね。季節感が出てくるっていうか。なんもないよね。はいはいはい。一応まあ上まで行ってみますか。なんもなかったらカットすればいいし。はいはい。というわけで、なんもなかったわ。あ、ただ一人ね、すり抜けした先生が、看護師さんが、これくれたか。猶予の言霊。はいはい。言霊じゃないよね。普通に読み間違えてるし。
じゃあ、うちへ学校学校一応行ってみる学校の中に入っても虫の声が聞こえるという。次長あ、なんもないテキストが。気合い入れたのにな。ついに始まってしまったか。俺も、僕も動かねばならないようだな。お前は、お前って、お前は何と戦ってるんだ。すべてが奴の手のひらの上、僕らは踊らされている。藤原氏あれ中途半端な。逃げ切れない会話。はいはい。アイテムもらって。体育館。あ、誰もいない。あいついないんだ。はぁ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 。保健室行ってみる？今日は誰も来てないようだ。いおりけいちゃんいないね。うん、2階に行きましょう。図書室。まあ、変わりないよね、この辺も多分。ゴーストウォークも取れるやつは取っちゃったし。勇気お兄ちゃんはいないと。残された時間を読んでいるようだ。何が知りたいのだろう。お、ここにあったか、ゴーストック。じゃあ早速読んでいきましょうか。忘れないうちに。TR、ルーツを知るゴーストック。ザ・リメンバー、リメンバー。はあはあ。残された時間、ザ、ザ・ TR か。懐かしい作品だな。TR?昔好きだった本のタイトルだよ。人造人間がテーマの近未来 SF の話。おう、サイエンスフィクションか。SF でいいんじゃない別に。その話の主人公の名前がラスターなんだよね。そうなの？ラスター君。それが名前の由来なんだ。考えるより先に体が動く。ああ、あったあった。確かラスターの口癖だよな。グリントさん派。リメンバーじゃないよね。また普通に読み間違えてた。リメインダー。残された時間、残余か。今度読んでみよう。高校生にしては、なかなか深い本読んでるんじゃないか。まあ、でも高校生だったら、こんくらい普通か。男の子、あれ？これ取り忘れてた。普通にあったわ。コンボプラス！あー、これ欲しかったやつ。コンボプラス。持ってないよね。これ強いんですよ。アイテム。スキルソウルでコンボプラス。攻撃回数が1回増えるっていう。なかなかに強いスキルソウルなんですけど。これ早速つけよう。まあ、どうだろう。誰につけようかね。結構誰につけてもありなんですよね。じいちゃんにつければ、ダブルチャージ。戦闘行動による TP 増加量が2倍になるんで。コンボプラスをつければ、またさらに TP が増えるという作戦を取ることもできるし、まなみちゃんにつければ、浸透滅却の境地が3回打てるから最大で。だから一旦で全員 TP が3327で27増やすことが、そうだよね。増やすことができる。コンボプラス？ちょっと待って。勘違いしてんの？攻撃回数が1回増える。これ戦闘行動が1回増えるとはまた別の意味なのかな。そう考えると、コウスケが一番いいんだよね。攻撃力が一番高いし。迷いどころ。そしたらオートチャージ外して1回コンボプラスつけてみるか。オートチャージよりもこっちの方が高くつくんだよね。TP は。攻撃やったら、1つくと思うし。あ、2か。攻撃、1回を、2回できて、コンボプラスが、その2回に1回ずつ働くとすれば、11。で、あ、ダメだ、頭が。頭当たれてない。でも多分こっちのが、TP 高くつくと思うんだよね。うん。1回これでやってみるか。いやー、いいアイテム取り損なったんだな、俺。学校来てよかったわ。
もっと早く気づいてほしかった。おっ、ここもすり抜け。結構あれかな、その月によって出たり出なかったりするの、ゴーストークって。御所の色、細かすぎて伝わらないどっかで聞いたような。なんかね、最近復活したけど、御所の色、前からの気になっていたんだが、東雲高校の校章はなかなかにおしゃれだな。ああ、いいね。校章がおしゃれな学校ってなんかいいな。校章がダサかったらもうつけたくもないもんな、校章が。制服についてんだもんね。おお、アップだ。へえ、なかなかいいデザインだな。なんかホームベースみたいな形。好きだわ、俺。丸っこいやつよりなんか、ちょっとおしゃれだよね。大々色と青と白の3色。これはやはり空と海を表しているのか。半分正解かな。だいだい色は夕暮れと太陽、白は昼と雲、青は夜と海をモチーフにしてるんだけど、なんとおしゃれな学校なんだおいこの3色は東雲の時間帯の空に現れる色でもあるんだよ。え、そうだったんだ。おいおい、デザインした人は天才か天才だね。このゲームを作った人も、夕焼けさんもまた天才なのかもしれない。そう考えたら今のセリフは自画自賛なのか。誰もいない。先生どうなっちゃったんだろう。代わりの担任の先生とか来てるんかな。話聞けないの。はぁ、あ。次長じゃなかった。ここは違うよな。あ、そうだ、原子さんどうなったんだ、そういえば。2回行ってねえやな。行ってみるか。はい、2階行動。屋上行く前に花子さんいない。いなくなっちゃった。花子さん。やっぱり花子さんのことだったんだな。前回の話は。原因を推測するゴーストだ。花子さん。花子さんどこ行っちゃったのかな。きっと旅立ったのだろう。大好きな先生と一緒に。川越先生はあの子を守りたかったんだ。ずっと心に引っかかってたんだろうね。おしまい。あー、まあでも報われた形になったんかね。なんかちょっと悲しいけどね。川越先生の件に関しては。あ、パソコンが固まってきた。大丈夫か。動きが鈍くなってきた気がする。城の目山が今熱い。これ聞いたっけ。残念な話だ。あ、でもイベントマークついたってことは、山行けってことか。で、金髪の情報っていうのは、こいつのことか。よし、オッケーオッケー。進んだかな、とりあえず。じゃあ行く前に屋上、上がっておきましょうか。あ、誰もいない。あー、誰かいると思ったのにな。コウスケフレンズもいないな。コウスケズフレンズ。バンドメンバー、どこ行っちゃったんだ。なぜだか夕焼けを見ていると無性に家に帰りたくなる。ああ、わかるわ。もう今日も一日やりきったっていうね、感じとともに家に帰りたくなるよな。よし、じゃあ、東雲山行きましょうか。どうしよう。他に行っといた方がいいとことかあるかな。駅とか。変わってなさそうだよね。うちは誰もいないんだよね、今。うん。一緒かな。よし、じゃあ、東雲山。あ？なんか手に入ったよ。なんか、ゴーストーク、ちゃんとやってこないと、意外と手に入らないんだな。逐一いろんなとこ言っといた方がいいのかね。理想の家、答えのないゴーストーク。理想の家。理想の家ってどんな家かな？地下にスタジオがあって、庭にプールがあって。ああ、いいですね。俺、あれだな。防音部屋が欲しいな。防音の、ね、機能がついてる部屋で、まあ、実況撮ったり、ギター弾いたりしたいな。プールか。庭にプールは俺、結構前憧れてたけど、なんか今はもういいや。管理するのも大変そうだし、絶対汚れちゃうしね。うん。ああ、酒蔵。
いいですね。ワインセラー。うちにワインセラーあったらもう、ね、最高だよね。まあ、でも、山梨のね、お金持ちとか、お酒作ってる家にしかなさそうだけど。じいちゃんは酒蔵が欲しいんだね。私はトレーニングマシンが欲しいな。あとはホームシアターセット。あー、いいね。これもいいね。なんかやっぱ、あれだな、俺、一応まだ若者だから。コウスケとマナミちゃんの、よりかな、ちょっと。酒蔵はもうちょい年取ってからでもいいかなって気がする。みかんちゃんはどうかな？やっぱり動物が一番いっぱいいる家かな？なんだろうね。違うのかな？動物じゃないのかな？大好きなみんなが、いるお家。やべえ。純粋すぎるな。恥を知る大人さんに。そうだよ。服がありすぎなんだよ、みんな。これ使ってなかったね。使っとくか。こちゃん。はい。よし。そうだね。ここの、新たな強敵。そのつもな。まあ、後々やってかなきゃいけないんだけど、ちょっと今スルーでいいかな。あ？ああ、この人か。縁を語る男。信長さんかな。信長さんの念能力はいつ出るんだ？あ！こっち行ける？お！こっちか。ここさ、本当のあそこにそっくりだよね。てか、まるっきり一緒だよね。あの、エースケのさ、アザマエースケのシーンに。ただ、この宝箱があるってことは、やっぱり場所は違うんだね。一応現世なのか。お！死んだ万象！死んだ万象！これも強い。確か。すべての能力が50上がる。これつけなきゃダメだよね。さすがにハードモードだから、これつけない手はないでしょ。死んだ万象誰がいいかな。オールマイティに50上がるんだよね。と考えると、誰がいいかな。おい、防御40。ああ、じいちゃんの遊魚がこれ400減っちゃってるんだよね。で、防御と攻撃が44、44になってるんだけど。これどっちか外すか。この前もさ、川越先生と戦ってる時も、じいちゃんあれだったんだよね。結構遊魚が少なくて、危なかったから。そうだね。難攻不落外して、死んだ場所つけるか。とりあえず、誰つけてもいいんだよね、正直。万能系装備ソウル。誰につけてもいいんだけど、とりあえず今この感じで、これでやらせてください。ちょっと試しで。うん。あれ？ MP 増えた、じいちゃん。150になった。MP も上がんのか。すげえ強いな、死んだ場所。いや、強いね。これ4つ欲しいな。いや、8つでもいいかもしんない。ほんとに。基礎値がめっちゃ上がる。8つもあんのか分かんないけどね。息とせん。これは確か攻撃力爆上げ。スキルだった気がする。新天道地よりも上がるかな。息とせん。108! 最大優位400減る。いや、やばい。今より40ぐらい上がるな。これつけとこう。こうちゃん。これマジカルマ行ったらそろそろ、もうワンランク上の装備ソウル変えるかな、もしかして。あっちにハテナあるけど、ちょっと探索。こっちもあったね。あ、アイテムか。あー、いたー。ちょっと待って。まだ、ちょっと待って。あっちの宝箱も取りたいんですけど。あそこ行けないんだっけ？あー、行きたい。行きたいよ。あそこどうやって行くんだろう。あ、どっから行くんだっけ。まだ取れないのかな。かっこいい。なんだこの人。悟った教会人。生の果てにあるものは死の果てか死の先か。我々はそれを覚悟することもなくその境界線を越えてきた。しかし
置いてしまった時にはすでに引き返せず、ただそこにある己を感じ取るだけだ。そうだな、そうだな。なんで俺に同意を求める？俺そこまで考えてないっすよ。はい、あ、そうなんじゃないですか。うん、お前たちは伸ばした手と繋いだ手でそこに立つか。ならば叫べ、一人言わないと。やばいんだけど、この人なんだ。喋ったらなんか出てきたよ、ゴーストオーク。ポエマーだって。めっちゃ煽ってるよね。ゴーストオーク、それは声なき幽霊の魂かよ。バカにしかしてないだろ、お前。ならば叫べ。一人ではないと。まあ、リテリー、これもうバカにしすぎもん。やめといてあげて。泣いちゃうよ、多分。トイレで泣いちゃうよ、多分。おいおい、ダメだぞ、バカにしちゃ。あの人は真面目に言ってるんだからだ。そうだぞ、お前。まあ、真剣にやってる人の、バカにしちゃダメだぞ、お前。ああ、もうみんなバカにしとる。しかし、こう言ってしまった時にはすでに、引き返せず、ただそこにある思い出を感じちゃった時だった。兄貴そっくり。お前も乗ってしまうのか。あ、いや、今のは真似じゃなくて、このセリフ、どこかで聞いたような気がしてさ。ん？何かの小説かな？あ、思い出した！溝か友か。溝で合ってる？溝か友か。にあって一節だ。あ、あれか。ちょっと難しいけど面白いんだよね。なんか、コウスケとさ、マナミ意外と博識だよね。高校生にしては、なんかいろんな本読んでるし、いろんな言葉知ってるし。すごいな。夕焼けさんも多分、高校生の頃は、こういう青年だったんだろうな。繋いだ心は安く断絶した途切れた思いは再び紡がれることなく、ただただ時に身を委ねる。残されたわずかな一かけだ。それだけを大切に抱きしめる。けれど抱いた思いは心と体に生きている。喪失すれど継承したものがある。だから貫き徹す。失われた末この思いを。友達とのお話？おいおい、続きが気になるではないか。じいちゃんも知らないやつなんだね。あ、そうだ。このついでにやっちゃおうか。探索のついでに、狭間の世界に戻って、ちょっとコンボプラスの効果を試してみたんですよ。結構、ね、時間経っちゃって、いつの話してんだって思われちゃうかもしれないですけど、動画の最初くらいに。これ、攻撃回数が1回増えるのか、行動回数が1回増えるのか、どっちなんだって話をしてたと思うんですけど、試してみたところ、行動回数じゃなくて攻撃回数が1回増えたので、つまり2回行動だけど、その1回の攻撃で3回分の攻撃ができるというわけで、行動回数が1回増えるわけじゃないんですよね。ですので、まあ、そうだね。TP 増加はあんま期待しない方がいいかな。単純に攻撃がいっぱいできると。で、スキルも多分2回は使えなくて、単純に攻撃回数が1回増えるだけなんで、コウスケにも出せようかなと思います。で、マジカルマも言ったんですけど、この一気当選レベルの、装備ソウルは、まだ売ってなかったんで、とりあえずスキルソウルだけ買ってきました。アシュラの魂。これが強くて、セットすると攻撃力、防御力全体アップが使えるようになり、まあ防御力もちょっと上がるので力の石よりはいいかなと思いまして、ちょっとこっちに交換します。で、オートチャージで手をつけてるのか、じいちゃん。ダブルチャージ、これも買ってきました。1万2000くらいしたから。これは戦闘行動入力 TP 増加量が2倍になるんですよ。2倍、これがマジすごい。ということは、攻撃したら 1×2 で2になる。スキルを使えば 2×2 で4、防御すれば、3×2 で6の TP が入ってくるというわけで。あ、じいちゃん持ってたんだね。持ってたのか。そしたらあれだな、ダブルチャージ2つかけで。これでいいんじゃない。そしたらもうやばいよこれ。1×2×2 でしょ。相当入るよね。ちょっと今、計算をするのめんどくさいんだけど。単純に2倍増えるから。いったんで、少なくても、4か8ぐらい。8か。
8あるんだ。すげえな。はい、あっという間に TP 溜まりますね、という。そしたら、あ、間違っちゃった。どうしようかね。スキルソウル。オートチャージデュオを誰かに作ってもいいんだよね。そうそう。こう、新速の絶いらないかな。新速の絶対はスピードアップなんだけど、なんか今まであんまり必要になったことがないんだよね。使ったことも多分 1,2 回ぐらいしかないから、10にしとくか。これでターン経過で2増加勝手に入ってくるんだよね。コウスケの TP もまあまあ入る感じになるかな。よし、じゃあそんなもんでいっかね。あと買ったやつスノービーソードスキルソードなかったよね。うん、こんなもんか。よし、 OK。 はい、というわけで一旦報告でした。はい、というわけで、いやー、ここのさ宝箱取りたくて結構探してたんだけど、どうにもわかんない。多分まだ取れないんかな。俺の記憶だとなんかもうちょい後で取れた気がするんだよな。そういう記憶そういう感じしなくもないから、とりあえず進めちゃおうというわけで、はい、やっていきましょう。アイテムハント変えときますか。オートチャージにしとくか。はい、こんな感じでやっていきますか。こっちにハテナがあったけど、こっち先行った方がいいんだっけ。アイテム、まばゆい光を持つ放つ物体を見つけた。これはカメラのファインダーなんだ。あ、なんだこれ、大事なものか。ハクサチのファインダー、不思議な光を放っているファインダー、小さな字で KH と刻まれている。東光介。なんでコウスケのファインダーここに置いたんだ。あれか、ちっちゃい時泳いだ時か、一緒にそこに置いてっちゃったのか。あ、兄貴だ。